成田、借金返済おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。にしても今日の料理はまるっきりガキの誕生日パーティーだよな。全部俺の好きなものなんですよ。鶏の唐揚げでしょ、ハンバーグでしょ、ピザにオムライスにちらし寿司。ずいぶん張り切ったね、一夜。張り切ってなんかないさ。今日思いついた献立がこれだっただけで、別にナユタのためというわけでは。うん、おいしい。俺、一夜さんの唐揚げ大好き。いつもお弁当にいっぱい入れてくれてて、あれでバイトも頑張れたんです。節約もできたし、本当にありがとうございました。どういたしまして。春日さんも本当にありがとうございました。俺春日さんについてきてよかったです。八神様もよくここまで頑張りました。努力の結果と言えるでしょう。この調子なら全額返済も夢ではありませんよ。え、全額？ええ、ぜひ一緒に目指しましょう。ちょうどおすすめのバイトを見つけました。船に乗ってマグロを釣る簡単なお仕事。マグロ漁じゃねえか。タイガさんも俺のこと褒めてください。ご褒美にお菓子買ってくれたら嬉しいです。なんで俺が。こっちおいで、ナユタ。僕がご褒美あげる。本当ですか？よしよし、偉かったね。ご褒美って。うん、ご褒美に頭撫でてあげてる。お前も満足なのかよ。つか、どうせ褒めてもらうならなあ。あ、じゃあナユタは頑張ったよな。一生懸命やってたよな。そうだけど。ナユタもお嬢に褒めてほしいよな。褒められたら嬉しいよな。それは嬉しいですけど。それはもちろん嬉しいですけど。でも、大変よくできました。はい、花丸をあげます。
花丸、やったー。何、花丸って飛び跳ねるくらいいいものなの？まあいいものではあるけれどもね。それであんだけ喜べるってすげえな。本人が喜んでるんだからいいのよ。けどさすがに一言で終わりってのはな。ちゃんとしたご褒美をあげたら。ご褒美？ご褒美とかもらえたらすっごく嬉しいですけど、でもそんなそんな。何がいいの？え？私があげられるものならプレゼントする。はい。うわ、何にしよう。欲しいもの欲しいもの欲しいもの。お、俺頑張ってほしいです。いっぱい。バイト中はひばりさんに会えない日もお話できない日もあったし、だからその分頑張ってほしいです。構うって具体的には？デートかな。デート、そんなことこの俺が許さ。うっせ。それでデートは？今回は八神様の頑張りに敬意を表しましょう。やったー！それじゃあ今度の日曜日、俺とデートしてください。わかったわ。デートだ！よーし！